おはようございます。ももチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はカノコユリの球根が手に入りましたので、プランターに定植していきたいと思います。カノコユリは草丈100から150センチになるユリ科の多年生植物になります。日本では7月から9月頃に開花いたします。花は数個から20個ほど斜め下向きに咲きます。花弁は6枚あり、外側に反り返り、淡い紅色で内側には濃い紅色の斑点があります。花には方向があるようです。名前の由来ですが、白地に紅色の斑点がある花の様子がカノコ縛りに例えられたことから名付けられたようです。原産地は日本、中国で、国内では四国、九州に分布しています。主に山地の崖などに自生し、観賞用としてよく栽培されているようです。今回も実際にプランターに定植しながら6つのコツについてお話ししたいと思います。1つ目のコツ、植え付け時期です。適期は10月から11月頃になります。日当たりよく風通しのいいところに植えるようにしてください。西日は避けた方がいいようです。2つ目のコツ、植え付け方です。球根の2倍から3倍の深さに定植するようにしてください。株間は球根3個分以上空けるようにしてください。植え替えは鉢植えでは1、2年に1回、地植えでは3、4年に1回植え替えるようにしてください。連作障害が出やすいので、新しい用土で植えるようにしてください。3つ目のコツ、用土です。水はけのいい肥沃な土壌を好みます。市販の培養土でも大丈夫ですが、赤玉土3分の1、腐葉土3分の1、培養土3分の1でブレンドした用土に植えるようにしてください。4つ目のコツ、水やりです。地植えでは根付いたら水やりの必要はありません。真夏で地面が乾くようでしたら、その都度お水をあげるようにしてください。鉢植えの場合は土の表面が乾いたら、たっぷりとお水をあげるようにしてください。5つ目のコツ、肥料です。開花前の4月頃と開花後のお礼肥として10月頃に緩効性肥料を球根や茎に当たらないように少量与えるようにしてください。6つ目のコツ、害虫です。アブラムシなどが発生することがあります。ウイルス病、枯葉病に感染しますので、害虫を見つけましたら早めに薬剤を散布するようにしてください。発病しますと治らないので、見つけましたら株ごと抜き、焼却処分するようにしてください。今回使うカノコユリの球根はかなり大きな球根を使っていきます。大きさが6センチぐらいあります。少し植える時期が遅れてしまいましたので、このように発根してしまいました。それでは定植していきたいと思います。それでは今回用意するものについてお話したいと思います。まずプランターです。園芸鉢の10号を使っていきます。容量は15リットルになります。幅が30センチ、深さが30センチあります。こちらスリットが入っていて排水性はいいです。そして培養土、元肥入りの培養土に赤玉の小粒を入れていきます。そしてこちらがカノコユリの球根になります。今回は2つ植えていきます。かなり大きいので、お花が5、6個咲いてくれると思います。そして何が植わっているのか分かるように名札も用意しました。それでは用土をブレンドしていきます。培養土を入れます。赤玉の小粒です。これを3分の1入れます。よくブレンドします。肥料は培養土に元肥が入ってますので、今回はそのまま使っていきます。それではプランターに培養土を3分の2ほど入れていきます。
はい、3分の2ほど入りました。それでは球根を植えていきたいと思います。植える深さは球根の3倍程度とします。ちょっと撮影しやすいように鉢を斜めにしてありますので、ちょっと傾いてますけども、このように植えます。そしてもう1個ですね。はい、このような感じで植えていきます。はい、では培養土を足します。必ずユリを植える場合は新しい用土を使うようにしてください。用土にウイルスが残っている場合がありますので、できるだけ再利用の土は使わないようにしてください。そして名前が分かるようにカノコユリの名前を刺していきます。それでは完成します。1回目はたっぷり与えてください。2回目以降は土の表面が乾いたからあげるようにしてください。以上でカノコユリのプランターへの定植が完成いたしました。今回も6つのコツについてお話しさせていただきました。1つ目のコツ、植え付け時期です。適期は10月から11月頃になります。日当たりよく風通しのいいところで育てるようにしてください。2つ目のコツ、植え付け方です。球根 2,3 個分の深さで、株間は球根3個分以上空けて植えるようにしてください。植え替えは鉢では1年から2年、地植えでは3年から4年に1回植え替えをします。連作障害が出ますので、新しい用土で植えるようにしてください。3つ目のコツ、用土です。水はけのいい肥沃な用土を好みます。赤玉土や腐葉土などを入れるようにしてください。4つ目のコツ、水やりです。地植えでは根付いたら水やりの必要はありません。鉢植えの場合は土の表面が乾いたらたっぷりとお水をあげるようにしてください。5つ目のコツ、肥料です。開花前の4月頃と花後のお礼肥として10月頃に緩効性肥料を球根や茎から離し、少量を与えるようにしてください。6つ目のコツ、害虫です。アブラムシなどが発生することがあります。ウイルス病、剥がれ病に感染しますので、害虫を見つけましたら早めに薬剤を散布するようにしてください。発病しますと治らないので、見つけましたら株ごと抜いて焼却処分するようにしてください。カノコユリは日本原産の古くから親しまれてきたユリになります。色合いが淡くとても人気のあるユリになります。私も個人的には大変好きなユリの中の一つになります。11月頃までホームセンターなどでユリの球根が販売されています。皆さんもカノコユリの球根を見つけましたら、ぜひプランター栽培に挑戦してみたらいかがでしょうか。今回はカノコユリプランター栽培についてお話しさせていただきました。チャンネル登録、そして高評価をしていただければ励みになります。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。